久保さん破れないでしょうね <laughs> だからそこがねマジックなんですよねだからその抜け,抜け道というかまあ誰が見てもね例えば今光くんとかはじち社長とかあ,あのヒカキンさんとかは誰が見ても稼いでるっていうのは分かりますやん数持ってるし影響力あるしだけど僕とか久保さんなんかは再生数全然ないしチャンネル登録もね別に10万人もないし ね、10万人が一つの YouTube のね、表彰の基準だと思うんですけど、めちゃめちゃ動画アップしてますけど、YouTube から表彰されることはないですね。まあ、10年後、20年後、30年後、ずっと、もしあ,あれば10万人いってるかもわかんないですけど、まだ難しいでしょうね。<laughs> なんか事故らない限り。<laughs> うん、まあ、今回はね、m r ーマリックさんね、いきましょうか。デパートの,あの手品賞で、えー、実演を始めた当初、収入はゼロが続いたと。 そこで考えたのは、まず人を集めることでした。私は階段の家庭用売り場行き、おろし金や磨きと呼ばれる洗浄道具を売る実演販売のプロの手法を指しました。彼らの販売テクニックが見れば見るほど人間の心理をついていた。私は彼らの商売の基礎を学び、エンターテインメントの前にサービス業としてのマジックを身につけた。この時に身につけてた説得手法はテレビに出始めた時本当に役に立ったと。ミスターマリックさんは実はマジックではなく、 なんだその、その、んだ話し方を勉強したっていうね <laughs>。これ面白いですよね。マジックすごくても見られなければ意味がないって話ですよね <laughs>、うん。これは非常に面白いかなと思いますね。だからなんだろうな。これはだから僕と久保さんがやってるのは逆なんですよね。これ、これの逆バージョンみたいな。うん、人を集めるっていうことはできてないんだけども、何だろうな。 まあでも、話す心理は一緒かな。なんだろう裏側ですよね。回ってるもの。種ですよね。で、それは、うん、なんだろうな。ちょっと違う,うん。確かにアクセス集めれば多くの人が見てもらえるんだけど、まあ僕なんかは商品を売ってるので、人を集めたからといって商品が売れるのかっていうと、そうではないんですよね。わかりやすく言うならば、じゃあ自分がダイエットの商品を持ってるとします。 ダイエットの商品をねでなんすかねつつ、うん、なんだろうな。えーえー、じゃあ野球野球の興味ある人を100万人集めたとしてもダイエットの商品を売れるのかっていうと売りづらいですよね、うん。野球観戦に来てるんだよって。俺は今日野球を見に来たんだって。だからその野球の放映ですよ、ね。メジャーリーガーで大谷翔平を見に来たんだよと。別にダイエット興味ねえしみたいな。俺は大谷翔平に興味あるんだみたいなね。 それにダイエットの商品を売るのは難しいですよね。だから僕の場合は少ないアクセスだけども、まあ、ピンポイントで集客して、ピンポイントで関係性を作って、ピンポイントで売ってるっていう感じですよね。うん。まあ僕の場合はすみません。いろんな動画ももちろんアップしてるんですけどね。でも商品売るときは、まあそういうふうにやってますんで。うん。このミスターマリックさんね、そんなことがあったんだなっていう。確かにすごいマジックを持ってても、見られなきゃね。 うんあれですからねはい。いってらっしゃい。